約1億5000万人のアナージファンのみんな、おはよう。今日は僕がマップの解説をするよ。前回の動画見てくれたかな？前回の続きだから、スタートポイントは小松島市、小松島港からスタートだよ。ぐるっと北側を遠回りしてスーパーに行くらしいんだ。今回のマップは僕が命名したんだ。ちょっと無理やり感はあるけど、我が生涯に一遍の悔いなしっていうマップ名にしようと思うんだ。僕はラオウが大好きだからね。ラオウはコシが強くとても味わい深いいい味してるのさ。おうっていう単語もまた中二病見たくてかっこいいよね。初代ラオウは1992年醤油味と味噌味が出たんだよ。最初高くて手が出せなかった記憶があるよね。今もまだちょっと高いのかな。僕はあまりラーメンを食べないから知らないのさ。他にも豚骨味やシーフード味もあるんだよ。僕は見たことないけどね。ラオウといえばシャットアップボーイ、シャットアップボーイ。わた、僕が前回言ったことをもう忘れたんか。ラオウとラオウで突っ込んでくるの待ってたんやろ。わかるけど、まずは私、違う、僕の話を聞け。うっぷぬしの筋肉マン、ランギもおもろないわ。そろそろ僕っ子の立ち位置固定したいし、はよ説明しようや。仕方ないな、僕が説明するよ。いきなりキャラ飛んなや。さすがにいきなり僕っ子2人はあかんやろ。前回わた僕が僕で、葵が私になったのにどうして混ぜるんや。なんか僕が僕の方がしっくりくんだってねえ。ベル君、君もそう思うだろ。なんでここにモザイクなんや。透けてるんか、これ。透けてワイのボニョボニョも勃起してしまいそうや。どうだい、今宵の僕はエッチな体だろ。お前みたいなやつは流水ちゃんに侵されてしまえ。うちは絶対助けてやらへん。うくぬし、ラン町見たことないのに中途半端に出してくんなや。うくぬし様は紐だけはよくご存知ですよ。よくコスプレも紐ばかり見てますもの。もうその紐で釣ってしまえ。わ、僕はもう知らん嫌い。むしゃくしゃした茜は斧を持ち出しこう言った。お前の桃は俺の桃、俺の桃は俺の桃、後の桃太郎である。松尾一号線やんけ。悪い予感がするの。私はもう悪い予感以外してないわ。はあ、どっこいしょ。ここは勝浦川ですよ。いつの間にか論伝町過ぎてたね。論伝町の車屋巡りとかいろいろ語ることあったのに、セリフねじ込めるスペースがもうないわ。次回も同じ動画を編集するといいさ。うぷぬしも僕もそれは楽ちんで歓迎するよ。おっと、またお姉ちゃんのクソつまんない会話で忘れるところだった。ここは末広大橋のある元末広有料道路だよ。軽自動車が100円だったのは聞いたけど、あとは忘れた。原付は50円だったような。ここは将来徳島環状線の一部になるんやっけ。私ら久しぶりに徳島市内来たから全然知らんけど、ポケモン GO やってた時はマリンターミナルとかよく来てたけどね。もうだいぶ前だけど、なんかここの動画で一番景色が都会っぽい気がするな。県外勢から見ればクッソ田舎って言われちゃうから、何かフォローしておかないと。空襲警報出てるから10日完成してるんだよきっと。おじいちゃんもそう言ってた。さすがロトヒトラー、言うこと違うぜ。真正面は白鷺大橋ですよ。ここまで来ていかんのか。女とホテルの入り口まで行って U ターンする童貞か、お前。まあぶっちゃけるとお金もあまりないし燃料もあまりないんだって。髪の毛と命の日あまりないんだけどね。最近毛の話ばかりするからストレスでうぷぬしどんどん抜けてるんやが。多分徳島県で一番大きい交差点ここじゃないかな。さっきの道を右折すると香川県、まっすぐ走ると愛媛県、左へ曲がると高知県に行けるで。
ちなみに今は南下中、スーパーに戻ってるとこや。左右への道は徳島環状線です。右側がいつ開通するんでしょうね。あれなんで工事止まってるんや。地元やないからわからんけど土地のゴニョゴニョかな。そういえばこれスーパーすごい遠回りやけど、どれだけ遠回りしたんやろか。スタート地点から目的地まで直線距離で 4.34km、 今走行してるルートは 22.8km だよ。ちょっと遠いけど自転車で行けよ。久しぶりにアナウンス出たからウキウキなんだよ、ウプヌス様。家でぬきぬきしてろよ、ガソリン減らんわ。まあ左のあのクッション明るいのはスリングのポイントやな。左側にあるのは小松島警察署だよ。何度かシートベルト検問かスマホ検問してたよ。左側の明るい建物は三原釣具や。最近行ってへんけど。さて、そろそろゴールなんで終了準備しましょう。ああ疲れた。ウプヌシ、ディアブロ動画のストックなくなったらしいから今からディアブロするらしいで。あれ誰も見てないからしなくてもいいのに。うちはもう僕っ子諦めた。関西弁風味の徳島弁で行く。これが楽やわ。語尾にちょつけてたらいいんじゃ。いやそれ徳島県北部だけだからアナウンシあまり言わないから。それ清きいいねと清く登録お願いするぞ。ウプヌス様も頑張る。県応援してあげてな。阿南市民から言うと違和感あるわ。どっちか言うと関西弁にもっと近いし。
ほな、さようなら。